はい、どうもこんにちは、アスオです。今回はね、連戦クイックボトルがどうやらリセマラできるっていうお話をね、聞いたので、それについて検証していこうと思います。結論から言うとね、できました。なのでね、その方法について解説していければと思うので、よければ最後まで見てください。ってことで、まずは普通に連戦クイックバトルやっていきましょう。みんなね、結局ガード系のスキルが欲しいと思うのでね、このリセマラできるっていうのはすごい嬉しい情報ですよね。ってことで、今回スライム1匹なので0勝30敗です。この結果が変われば、要はもらえるモンスターも変わるんで、この結果をね、パーティーを変えることによって、例えばね、4勝26敗とかにできればね、そこの4勝のところで何かモンスターがドロップするかもしれないっていう感じになってきます。はい、なんでね、まあこのまま行くともうこのまま結果が確定しちゃって、燻製肉3個っていう結果が確定しちゃうので、この時点でリセットします。仮にモンスターがドロップして、スキルを確認した時にガード系持ってなかったら、その時点でリセットすれば OK です。まあわざわざね、スライム1匹でやる人はいないと思うんですけど、まあ、仮に、強いパーティーでやったとしても負けることがあると思うんですけど、まあね、そこを別のパーティーで勝ったりしたら、そこでもね、モンスターもらえる判定とかが出るのかな。それによってもらえる報酬が変わったりするので、まあ、リセマラ完全にできるっていうのはちょっと語弊があるのかな。ただね、報酬自体は変わる。要は違うパーティーで何回も行けるっていうイメージかな、報酬が。なので、結果的に、戦績も変わって、報酬も変わるっていうイメージやね。なんでまあね、何回か試してみるとね、種とかじゃなくて、モンスターもらえるかもしれないので、ね、ぜひね、試していただければと思います。ってことで、次はね、スライムだけじゃなくて、しっかりね、4人パーティー組んでいきたいところなんですけど、まあね、このデータがね、まだ4時間ぐらいしかプレイしてないデータなのでね、そんな強いパーティーは組めないんですけど、さすがに全敗をしないぐらいのね、パーティーを組むことによって結果を変えていこうと思います。ちなみにこのパーティーはね、スライム系の G ランクでストーリーやってるパーティーなんでね、すごい弱いんですけど、まあ配信もしてるんでね、よかったら遊びに来てください。ってことで今回はね、この4体でいこうと思います。これでさっきと同じように連戦クイックバトルをしていくんですけど、ね、ここで、なんか確認していない結果がありますって出るんですけど、まあ、これに関しては特に気にしなくていいです。これでもね、しっかり結果変わってます。もうこの状態で1勝でできましたよね。この時点でもうさっきとは結果が変わってるわけですよね。これで、まあ、スキップできるならスキップしていきます。そしたらね、スキップすると、なんとね、ここでね、結果が変わるんですけど、4勝26敗になりました。さっきは0勝30敗でした。そして、燻製肉だったのがキラーコーンになりました。という感じでね、報酬が変わったんですよね。っていう、こんな感じでね、実際ね、連戦クイックバトルのリセマラは可能だったので、まあぜひね、まあでも30勝0敗とかでリセットしても意味あるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、1日1回しかできない関係上ね、ちょっと確認しようがないんですけど、まあ良ければね、情報とか、あれば、ぜひコメントまでいただけると嬉しいです。ただリセマラは絶対に可能っていうのがね、わかったので、詳しいね、情報を良ければいただけると幸いです。ってことで今回はこの辺で終わります。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。